おはようございます、スターひろじです。今日は10月11日土曜日ですね。磯場に来てます。今4時半ぐらいなんだけど、一応4時ぐらいに来て準備をしました。ピトン設置したり、したんですけど、来る時にねちょっと荷崩れを起こして、その時に竿、ピトン受けを1個ね落としちゃったみたいで、今竿1本しか用意してないんだけど、ピトン受けを落としたみたいです。途中にもうちょっと明るくなってからね、荷崩れした場所が波があってね、多分そこだと思うんだけど、今波が満潮で、かぶって見えないんで、ちょっと潮が引いたらもう一回探してみます。ちょっとピトン受けが1個しかないんで竿1本だけです。あとねルアーをね今日やろうかなと思って、ルアーを用意してます。それからねワイルド計算が11時ぐらいに来るそうです。ここで知り合ったルアーマンの方なんだけど、ワイルド計算が、11時ぐらいに登場します。それでは夜明けを待って、石鯛釣りですねやっていきたいと思います。はい、一通り石鯛のね準備はできました。ちょっとねなくした竿桶を見つけたんでね、2本出しにしました。あと餌つけて投げるだけですね。あと夜明けちょっと石鯛始まるまでちょっと平続きを狙ってみたいと思います。磯平ですね。あんまり前行かないように、波をかぶりたくないんで後ろの方から。さらしが出てるあの辺とか、結構後ろの高いとこからやるか、危ねえから。高いとこからやりますよ。まず波をかぶりたくない。足場の高いとこ、あ、よいしょ。この辺なんかいいじゃない。あ、いいね、ここ。はい、それでは、仕掛けを入れていきたいと思います。朝ねちょっと平続きを狙ったんだけど、波をねめっちゃ波をかぶった。朝から波があるね、波立ってるね。朝からびちょびちょだよもう。餌はねヤドカリでいきます。今日は冷凍食品のみです。冷凍保存品、ヤドカリと白髪煮が残り、やっていきます。よいしょ、じゃあ入れていこう。斜め前、大物ポイント。いきますよ、1投目。もうちょい遠くがいいんだけどな。まあいいや。52メーターとか出てるけど、52メーターも飛んでねえな、これ多分。糸巻き量が少ないから、ちょっとカウンターがおかしいな。よし、入れてこう。ヤドカリで。ちょっとね、波をかぶるけど、やっぱいいさらしだな。なんか平続きが寄ってそうな、さらしが。波をかぶれないところで。ここにあると石鯛の竿から離れちゃうんだよな。波立ちすぎだよマジ。この中最高だよ、このさらし。波をかぶんないよ、ここでさらしは出てる。石鯛の竿がちょっと遠くにあるってのはちょっと怖いけど、かなりこれルアーがさ、もうちょっとこうなんつうの、このリップがもうちょっとでかくてこうブルブル来る方が好きだな。なんか抵抗がなくて、なんか
聞き抵抗がなすぎる。これダメだ、このルアー。なんか昔のなんつーの、往年のさ経典とかさ、そういうのがいいな。ダメだこれ、あまりにも引き抵抗なすぎる。ああなんだよこれ。雰囲気はバッチリなんだけどね、雰囲気はバッチリだけど、そう甘くはない。めっちゃいい、めっちゃ来そうなんだけど。ひだふっこぐらい来ないかな。ひだふっこぐらいね。ルアーがよくねえな。そう、当たりが来てる。忙しい。遠いんだよ。当たりが来てて今。あ、止まった。今こんな来てたね、なんか。これだからな、離れたとこだとあれなんだよな。なくなったね、当たりが。あ、遠くから見てこうなってたから結構あれだったね。左側入ったと思ったのに戻ってきたね。結構。入ったかなと思ったんだけど戻ってきちゃった。もう来ねえか。戻り、舞い込み戻り、舞い戻り。餌ねえかな。結構ゴー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 って入って、戻ったってことはちょっとやっぱりあれだな、こう針にかかってねえかな。もうちょっと置いて、ダメだったらあげてみよう。これはなんか石物っぽいあたりだな、右側。これは石垣っぽいあたりだぞこれ。石垣っぽいな。
い込んだ今2回。もう来ねえかな。もう2回持ってたね。入んなかったでもな。いやー落ちた。あ、ダメだ、外した。あー、これは石垣だな、これは。あー、早いんだっつーの、ば合わせが。ウニか、やっぱり。まだ来てる、まだ来てる、まだ来てる、また当たってる。おっと、ダメだ、これで乗らねえの。マジかよ。こんな変わった、こんな変わった、こんな変わったよ。よっ、引く引く引く。やっとかかった。あ、お前もう大きくねえかな。おー、引くな、これ。なんか引くんだか引かねえかよくわかんねえ。え、張り付いた。違う。お、来た来た。なあこれ。あ、重りが光ったのか。お、石台だ、石台だ、石台だ、すげえ石台だ。おりゃ、石台、石台来た。石台来た、やった石台だ。おお、石台来た。おお、やった石台来たよ。おい、やったウォッフー、やったいい次第来た。石台来た。やった。やり、でけえ。石台でか。やった。いやー、ついにやったぞ石台。これは紛れもない石台だ。おお、完全なる石できた。完全なる石で50。メス55センチ、55センチ、やった、55センチ、やった。やり。ついにやった。ついにやったぞ、おい。うわ。やった。ちょ、重さ測ってみよう。重さ。
ったぜ。ちょっと待って。変な当たりあったな。グイッと行ったり戻ったり。よし、測ってみよう重さ。よいしょ、何キロ。大したもんねえな。 2.68。 細いな、 2.68。 本石とは呼べない大きさだが、いやー、やったやった、 2.68。 はい、今4時ぐらいです。やめたいと思います。まあ今日は一発、一匹しか釣れなかったけど一発釣れたんで、イシダイと呼べる魚が釣れたんで、よしとしましょう。勝たして終わりたいと思います。よっこらしょ。散らばってる。はい、それではイシダイちゃんを。おー、元気。色が変わってる。けど石台少ないし、数少ないし、逃がしちゃいます。あっち逃げて、うん、あっち逃げてきます。はい、よいしょ、よし。